はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、マリク・イシュタールです。さあ本日なんですが、診断で実装された史上最強カード、トクサの新狂人、こちら使っていきます。これね、どういうカードかっていうとね、これめちゃくちゃ強いんですよ。これレベルが10に、レベルの合計が10になるように、手札フィールドのモンスター墓地を送ると、デッキから2枚ドローするという効果を持ってまして、これね、なんとね、ターン制限ありません。あのトレードインっていう、あのレベル8のモンスターを送って2枚ドローするってカードあるじゃないですか、あれのレベル10番的な感覚ですね。まあ一応あのレベルの合計が10になればいいんで、なんかあの何5と5とか、なんか3と7とかそういうのもいいんですけど、まあ基本的にはそのレベル10のデッキで使っていくことが一番強い。2枚墓地を送って2枚ドローしてるから、まあ実質アドバンテージの損はないんですけども、これでね、何を送っていけばいいかというか、まあ、何のデッキと相性がいいかっていう話なんですよね。レベル10のデッキであれば、まあ何だって相性いいんですけども、一番強い動き、これご紹介しましょう。ガーディアンスライムを捨てて2枚ドロー、これが一番強いです、世の中で世の中のレベル10を送る動きの中で一番強い、ガーディアンスライムを墓地送って2枚ドロー。あ、まあもちろんなんか他にもね、墓地送られたら、強いレベル10モンスターって、まあ、いるとは思うんだけど、眠れりゃとかもそうなんだけど、眠れりゃとかと、幻魔とか、次回神とか、レベル10のテーマであれば神とかね、なんでもいいんだけど、このガーディアンスライムを墓地送る時のシナジーがすごくて、ガーディアンスライムって墓地へ、手札からフィールドから墓地へ送られたら、デッキからラーの抑止流のカード名が収された魔法トラップカードを手札に加えるっていう効果があるんだけど、これ手札フィールドから墓地へ送られたらいいので、これのコストになって墓地へ送られてもいいんですよね。これすごい強くて、ね、要は2枚ドローしながらサーチ入るんですよ。だからカード普通に1枚サーチできるっていう、単純に。これめっちゃ強い。で、翡翠のギミックがラーの、ギミックとすげえ相性良くて、ガーディアンスライムを手札から盤面に出すためのこの、トレモナっていうモンスターと、あとは手札からガーディアンスライム切りながらトークン出してシンクロできるエジルラーンっていうモンスターがいて、これすげえ噛み合いいんですよね。だから翡翠ラーに今回はその特殊の新境地っていう最強カードを、入れて、分回してきた、まあ、そういう翡翠ラーデッキとなってますね。今まで紹介したラーデッキの中で多分ね、このデッキ一番強いです。はい、手札開発はもう全然入ってないんで、ちなみにね、まあ後手弱いんですけど、基本的にはまあラーの抑止にスフィアモールでそれはなんとかしますラーの抑止にスフィアモールと、あとこの、交差する魂でこれはなんとかしましょうというところですね。でまあ先行はまあ妨害としてはこのエジルの、侵食による妨害とか、あとエジルキュミルのね、妨害とか、まあ、バルネスも一応大権限とか使えば出たりするんでね、相手が裏打ってくれたり常時打ってくれたりすれば一応っていうところがありますので、まあ本当に手札誘発も手札誘発弾くかともほとんど入ってないんですけども、まあ、結構ファンデッキの中ではなんかめちゃくちゃ強いタイプのファンデッキなんで、ワンチャンランクまでもなんか結構楽しめるレベルのデッキになってるとは思います。はい、このね、このコンボ見せていきたいんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあやっていきましょう、史上最強デッキ、特殊の新狂人入りラーの抑止流最強ムーブぶちかましていきましょう。とりあえず強欲で金マナツボ発動します。強欲で金マナツボ発動し、6枚カードを除外することによってカードを2枚ドローするのを裏で止められ、これなんですよね。いや、これなんですよ皆さん。これ強欲なツボの効果が無効になった場合、これ何が起きるかっていうと、なんとドロー効果はまだ、使えることになってますんで、これ特殊の新狂人をぶち込むというね。これで特殊の新狂人ぶち込んで、これガーディアンスライムを捨てるカードを2枚ドローすると何が起きるかっていうと、ちょいハンド読めな、ガーディアンスライムがラー系のカードを持ってくれるっていう、これ強くね、これ強くね、これ最強やろ。でこのムーブをしたいがためにね、特殊の新狂人今回3詰めしますんでね、千年の啓示でいいか、ちょっと死者蘇生打って、一回もう一回回収してみたいな。これちなみに千年の啓示とかいうカード、俺今まで全然使ってなかったんだけど、このカードガチ強いね。これね、死ぬほど強いってことはね、ちょっとね、最近やっと分かってきたわ。で千年の啓示発動するでしょ。で千年の啓示の効果、手札をから原神重毒病は神を捨てることによって自分の墓地デッキから死者蘇生を手札に加えることができるぜ。強すぎ。これ一旦に2回死者蘇生打ってるからねこれクソ強い。で、エジル持ってくるしか、まあ、水属性いたらな、ちょっとここからのエジルからの溶乱からのエジルキミルみたいな動きあったと思うんですけど、ちょっと水属性のモンスターが手札にいないと
という話がありますので、さすがに新色かなこれ、エジル召喚でエジル効果発動、デッキから翡翠マジックトラップカードを1枚手札に加えることができるぜ。そしてカードをこれ変身しとくか、変身しといた方があれだな、あのエジルの、対象に取られた時は攻撃宣言時効果が、発動できるから、まあ、これでこうしといて、うん、まあいいんじゃないか。これで死者蘇生毎ターン使い回せのマジ強いからね、これ千年の現象カードで。そして真なる太陽神の効果によってラーの翼神竜以外の特殊召喚されたモンスターはそのターンに攻撃できねえっていう激気も、効果もあるぜ。金満で謙虚なやつもいいだろう。特殊の新狂人でガーディアンスライム切る動きあまりに強いんだろこれ。あ、レスキューエーサー出た。エマージェンシーが一生実装されないと言われている財宝スネークアイとかいう神ギミックを搭載できると言われているレスキューエースさん、エマージェンシーまだですかコナミ君。これなんでこんな遅いの、意味不明すぎるよな。これあれか なんか実装時期ずらしてカガリビーとかと一緒に実装して、その後あれかな、なんかディアメルスター規制するとかそういう系の動きしてくるのかな、ちょっとわかんないですけど、あとで増援はいいですわ。まあ増援なんて1枚書道になってないからね。これエアホイスター持ってきたところで、あの1枚書道に1ミリもらったいんで、まあ、全く問題ないですわこんなもの。はまあ、タービランスに向こう当てないでこれ、リトルナイトとかね、いないんでマスターデュエルはちょタービランスへの向こう逃げられないんで。さあとりあえずヘッドクォーターで召喚権が増えまして、まあその辺はまあいいでしょう。どっちにしてもタービランスに当てるのは確定で、まあハイドラントもいい、ハイドラントは効果対象にならないから、もうこれもどうでもいい。結局ね、結局タービランスなんですよね、あれあのデッキは。うん、ロイヤルがこうかっこいいじゃん、いいね、ロイヤルタービランスいいね。さあどうする、この後はまあ一旦レスキューエースしたら多分2枚墓地を組んなきゃいけないから、タービランスとタービランスで、うわやばい、これ新色か、いやきちいな、あそっち、あそっちなんや、真なる太陽神なんや破壊すんの。うわトロイメアフェニックスとかいうモンスターに新色打たないといけないかと思ったけど、なんか耐えてるぞ謎に。タービランス、はい、タービランス効果、まあ、許すわけないよね、許すわけない、4枚セットとか許していいわけないじゃんタービランスの効果無効にする、でその後翡翠モンスター破壊する、でエジル破壊されました、無効にされます。まあこっからどうするかな、あとは相手。ちなみにゴッドスライム君結構強いから戦闘手を破壊されないぜ。ちなみにゴッドスライム君ちょっと魔法トラップカードは守ってくんないんだよな、なんか他のモンスターは対象に取れねえし攻撃対象できねえみたいな効果あんだけども。あーまあユニコーンでバウンスね、なるほど。これどれだ、ゴッドスライム、あゴッドスライムなんだなんかゴッドスライムなんだ、ちょっとこれなんか水属性モンスターがフィールドが離れたので翡翠出しますけどいいですか。やべえこれもしかしたら相手これ翡翠初心者かもしれん、もしかするってと、なんか意外と耐えてるなんかうまいこと言ってる。で、翡翠のエジル効果、さあ翡翠のエジル効果、いやーまあ溶乱か、さすがにまあ大剣、いやー溶乱なきゃ死者蘇生まだあるからな、溶乱で良さそうな気がするな。はい、でさあお相手どうするか問題発生、レスキュー発動、タービランス、いやこれ1ターン2兆でしょ、でフランキー将軍出てくるが1ターン2兆だよね、あそうだよね、1ターン2兆大丈夫大丈夫、1ターン2兆だから大丈夫で、ちなみにエジルは攻撃対象になるとあの水属性モンスター手札が墓地から出すっていう効果あって、普通に耐久力結構あるんですよねこのデッキ。翡翠ギミックマジでうざいっていうね、アクセスコールとか、いやこれは強いな、さすがにアクセス何枚破壊、闇と炎いるのか、闇炎いる、闇炎いるパターン、なるほど。
闇炎いる、エジル破壊されて、まあ、溶卵化千年破壊される感じか。なるほどな。あ、まあまあまあいいわ。言うても5300しか出ないからワンキル取れないんじゃないかな。はい、いいよ、オッケー、全然いいっす、全然いい、問題ない、オッケー。それ多分一番最初に破壊した方が良かったんじゃないかって説あるけどね。そのカード一番最初に破壊した方が良かったんじゃないかなという説はあるんですけど、まあいいわ。エンドフェーズ、私のターン、ドローだ。ガーディアンスライム最強か。おいおい、最強じゃねえか。死者蘇生を発動するぜ。死者蘇生の効果によって、自分の墓地から、まあ、これもう一回エイジルだな。翡翠のエイジルを特殊召喚、ふいー。そして翡翠のエイジルの効果、翡翠マジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。もちろん持ってくるのは翡翠大キャンキャン。このカード先行で使えるように調整してくれなかったのキモいな。これ初手から打てればマジで強かったんですけどね。エジル1枚から確定から確定レベル10進行できたんで、バロネスとかね出せたんですけども、まあいいや。でとりあえず一旦バロネス出します。ウェイ、一旦バロネス出します。でこれ以降のなんかカードケアするの、まあないんだけど、あれ多分。で翡翠溶卵発動、翡翠溶卵の効果によってデッキから翡翠手エジルラーンを手札に加えていく。これいつ来たんだっけな。これもまあまあ最近だよね、マスターディエルに来たのは。そして翡翠手エジルラーンの効果、ガーディアンスライムを墓地に送ることによってこのカードを手札から特殊召喚しチューナーを生成。さらにガーディアンスライムが手札から墓地に送られた場合の効果を発動。ラーの抑止流の名前が記されているカードを1枚を手札に加えることができる。イニシエの呪文、さらにレベル3の翡翠トークン、2レベル7のエジルラーをチューニング、シンクロ召喚、アラハラロ翡翠手エジルゲミル、イニシエの呪文の効果を発動。あ、これ先にこっち飛車させて、もう、まあ、どっちもいいか、あんま変わんねえな。千年の啓示の効果、神を墓地に送ることによって自分のデッキ墓地から死者蘇生を手札に加えていく。ワンターン通死者蘇生、死者蘇生の効果を発動。これによって自分の墓地からガーディアンスライムを特殊召喚、さらにガーディアンスライム一体で融合召喚、現れろガッタスライム。さらに手札よりマジックカードイニシエの呪文を発動、イニシエの呪文によってラーの抑止流を手札に加えていく。フールドバルネスの効果によって相手のアクセスコールトーカーを破壊。そしてヒーラテックテキスト A 賞、アドバンス召喚、ラーの抑止流効果発動、バトルウィズクレイガットブレイズキャノン、神すぎる、神すぎる、かっこよすぎ。あー、弾刺さる対面で貼ってほしいですね。とりあえずモンスター3体出してもらってもいいか。モンスター3体出力希望。ディアベルスター、はい、ディアベルスター、ディアベルスター、はい、フィニッシャーランク濃い、まあまあ高えなこいつのフィニッシャーランク。ディアベルスター、これはあれですか、反逆の財宝、なるほど。あ、もう持ってんのか、なんもねえから、ダラ通りです展開は。ちなみに手札誘発ちょっと入れてる余裕ありませんでした。手札誘発入れてると事故ります、紙デッキは。あのコンボパーツが揃わなくて、なので手札誘発を入れてる、余裕はありませんでした。さあフィニッシャーランク、まあまあ高いんだ。スネークアイ環境すぎてさ、ていうかさ、なんか OCG と同じ環境にするのやめてくんない、コナミ。なんか面白みないやん。 OCG も今ちなみに炎王とかその財宝スネークアイとか強いんですけど、全く同じデッキやんけっていうね。
まあちょっとなんかエクストラが違うぐらいで ほぼ展開同じだし、まあ向こうかがり火とかあるけど、まあ、その同じデッキやんけ。OCG 民もマスターデュエルまで来てスネークアイの相手したり、あスネークアイ回したりしたくないんじゃねっていう説あんだけど、どうなんだろうねちょっとわかんない。俺個人的な意見としてはちょっとさすがに同じ環境デッキがブイブイ言わしてるよりかは違う環境の方がやりがいごたえあんなって思うんだけどね。ああどうなんでしょうか、これ皆さん、まあ、OCG と同じだから回しやすくていいやっていう人もいるでしょうけどね。ああまあとりあえず未来竜王が爆誕することは確定していくと。なるほどですね。はい、でスネークアイが、マホトラップ2に貼られていく。なるほど。でゴーストリクディラハンの効果も起動して、まあ、ショットも持ってこられていくと。なるほど、まあ、了解しました。そうなんかだから あれなんだよな、なんかもうちょっとなんだろうな、マスターデュエルはマスターデュエルの環境みたいなやつをちょっと形成してほしかったなという気はしますね。未来竜王、はい、でマイクレンドと、さっきコストでデリシャス切ってたから、これあれやな、確定やな、ノワールいややばくね、これの何ノワール、これダブルノワールとか逆にしてほしいわ。ダブルノワール未来竜王ぐらいの盤面にしてくれたらかなり強い気がするけど、金玉振らせればいいから、これ2体になるんじゃね、これ盤面これ2体止まりまじ地獄やぞ。一番あ、なんか3体分いるな、謎に。あれなんか奇跡起きたこれ。あやった、なんか3体いる、一応3体いるぞ。ちょっとマイクレンドのただ除去うぜえな、マイクレンドの除去うっとしな、これ除去じゃねえや、回収、3P メモリー回収、ワンドロー、 3P メモリーワンドロー、あーもう普通に2枚ドローはうざいな。いやー俺いきなり行くしかないよねこれ、さすがに。いやまあモンスター効果使わせたいんだけど、できればちょっとそんなことも言ってらんないんで、参戦の際はちょっとまあ取っといて、まあ、とりあえずこうしますか。差し上げますこれ、2を差し上げます、ラを差し上げますはい、それはいいです。マイフレンドで回収されますよ、最大3枚ね。はいはい、いいでしょう。マイフレンドで回収、ここまでは読んでいました。はい、デリシャス、オッケー、あ、オッケーで、あ、オッケーもう全然いいわ、オッケー、もう関係ねえ。とりあえず死んだら対応し、待って、ただね、これね、ラーの抑止流スフェアモードっていうモンスターがね、クソ強くて、実は、クソ強くて、これね、あれなんだよね、攻撃対象にならず、効果の対象にならないっていうのが体制がありまして、普通にラー送りつけたけど、ラーデッキってラーの弾処理するのまあまあきついっていうねいうのはあるんですけど、これは、だから、いやこれどうすればいいんだ、これ千年の掲示するしかねえか、まあ掲示するしかないわな、これで死者処生持ってくるしかねえ。千年の掲示を発動、千年の啓示の効果によって、手札から神を捨てることによって死者蘇生を手札に加えることができるぞ。どっちだっけこれ、これじゃない、こっち、手札から原神持続モンスター1枚を墓地に送ることによって、手札墓地から死者蘇生を加えていく。で、ラー出さないといけないから、ちょっと待って、ラー出さないといけないから無理じゃん。これ千年の刑事使うしかないね、これ。千年の刑事使って死者蘇生ラーからのゴッドフェニックスしないと。いや、これ多分ね、こうしないとダメだ。ちょっとコンボパーツが足りねえ。千年の刑事の効果により、死者蘇生を発動し、ラーの抑神竜を墓地から特殊召喚することができる。このターン、千年の刑事によって。これ千年の刑事送ると、これ次のターンの千年の刑事打ってないのがマジうざいんだけどな。まぁ、ちょっと今回しょうがねえ。ラーの抑神竜、あら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 あ
ラード侵入グッドフェニックスの効果、1000ライフポイントを支払い、フィールドのモンスターを選んで墓地に送ることができる。さあ貴様のラーの抑止力スペアモード墓地を貸してもらうぞ。まあちなみに、まあ、ワンキラ取れねえ、これで普通に殴るしかねえ。バトルフェイス、いやガッドプライスギャロン。メインツー、ラーの抑止力スフィアモードに変身してターン終了するしかねえねこれ。エンドフェイス、ラーの抑止力ゴッドフェニックスは墓地へ送られる。そしてラーの抑止力ゴッドフェニックス、これ何これ。あーそうか、あのラーだからどっかあの墓地行くみたいな敵方法が。でラーの抑止力ゴッドフェニックスは墓地へ送り、自分の墓地からラーの抑止力スフィアモードを特殊召喚。ブイー、ちなみにこれ意外とさ、相手さラーの抑止力スフィアモードの処理意外と大変だったりしないかな。ピュアリーってさ大体、まあ、ノワール対象に取るでしょ。でなんか素材にする効果対象に取るよね、速攻魔法の。これ意外とラーの抑止力スフィアモードのこの耐久で意外と耐えれるみたいなことないですかね。違う、ボコられる気もするけど、普通にボコられる気もするけども、まあ、言うて対象にならない、攻撃対象にならないはまあまあうぜえぞこれ。これちなみに次のターンはラーの抑止力に変身するかな。そして相手はあれだぞ、真なる太陽神の効果によってラーの抑止力以外の特殊召喚されたモンスターはこのターン攻撃宣言をすることができない。デリシャスメモリー、まあ、それ対象取らないんや、それ対象取らないんや、それやるな。まあ戦闘破壊されないとかいう効果一応付与されたけど、まあ別に戦闘できねえからいいか、まあいいだろう、その辺は許してやろう。ピュアリー、まあその辺も許してやろう。え、これどうやって突破すんだよこれ、マジで。ラーの抑止力スフィアモード突破できんくね、相手これ勝ったか、これ。これでこれなんか金玉棒立ち ドヤ顔腕組みエンドでこれ ワンチャンあんじゃねえこれマジで。これ一番の効果結構強いよねスフィアモードの。え、デリシャスメモリー、あやばい、これ待って、プランプのなんかさ、え、これプランプのさなんかさ速攻魔法にするみたいな効果あるんだよね確か。速攻魔法なんか打ったらフィールドのそのカードを下に重ねて素材にするそのフィールドのモンスター一体選んでエンドフェイズまで除外できる。やばいやばい、あかん。ちょっと待って、逃げろスフィアモード、逃げろ、あかんかもしれんこれ。あーくそら、やばい、やばい、ワンキルだけやめて、マジでワンキルだけマジでやめて。これ打点でも8000出るかな、あのデッキこっから。いやなんか出そうだな、ちょ待って、マジでマジで、ちょ8000だけは本当にやめてください。ちょっとなんとかなんとか生き残ってください。生き残ったらマジでまたラータもあるからな、生き残ったらラータもあるぞ、頼む、生きろ生きろ、姿は美しい、共に生きよう、会いに行くよ、ヤックルに乗って会いに行く、ヤックルに乗って本当に会いに行くからマジで頼む、マジでこれマジでこれ耐えたんじゃねこれ。だってこっからさ9000なんか回復したから9000なんだけど、9000取る 手段なくね。あーうぜえ、真なる太陽神もう除去されて、やべ、すべてのカードが除去されてしまった。ただ相手除去に結構リソース使ってるぞ言うて。あ、まあまあまあいいだろそれは。でピュアリーハッピーメモリーの効果が起動されて、でさらにピュアリープランプの効果も発動し、あマジックトラップカード吸収していく。あーうぜえ、うざすぎる、あまりにも鬱陶しい。くっそ、これで5素材か、何素材だよこれ、わかんねえ、もう死ぬほど素材あんなこれ。8素材、え8素材素材多すぎじゃね、素材多すぎだろ、だって8素材ってふざけやがって。あー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 え、何これ3体で、あナイチンゲール、やばい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 、やばいことが起きた、やばいことが起きた、やばいことが起きた。アッセンブリーナイチンゲール3連打からの3800、でも耐えてるわ、耐えてる耐えてる耐えてる。いや命残ったぞ、一応命残った。いやでもこれ多分アーセンス乗っけられるんだよな、
アーゼウス乗っけられて、9素材ノワールおよび4素材アーゼウス。マジ？ラード抑止にスフィアモードケアしてやがる。あいつ、チキショウ。くそ、ダウナードアーゼウス来た。やばい、4素材アーゼウス、5素材か。5素材アーゼウス、プラス9素材ノワール。そしてモンスターは2体。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。ラーの抑止にスフィアモード一応帰ってくるか。ラーの抑止にスフィアモード帰ってくるのでけえな、これ。いやでもこれそしたらさ、ラーの抑止に変身したら絶対相手効果使ってくれるよな、多分。アーゼウス破壊されっから。あ、でもノワール、はいはい、ノワールのドローね。はい、これスフィアモードが変身します。まあ、これでウララ引かれなければなんとかなるか。これでウララ引かれるともうなんかそのラーの変身にウララって言われる。まあ、でウララ、ウララ撃たれたら、撃たれたらいいか。あれです、賛成の際起動できるわ。賛成でパクってやる、アーゼウスを。そしたらノワール以外は全部しょれるから、ノワール以外は全部しょれる。でそっからだな、考えるのは。なるほど、はい。ラーの抑止流スフィアモードの効果を発動。このカードをリリースし、ラーの抑止流1体を手札デッキから特殊召喚、現れろ。あれ、ラーの抑止流、ラーの抑止流の効果を発動。お前のアーゼウスを爆破するぞ。何、ぐぬぐぬぬぬぬぬぬ。でもこれで効果使ってくれた、これ参戦が起動できるアーゼウスパクれる。いやこれアーゼウスパクってワンチャンあるか、アーゼウスパクってワンチャンある可能性あるぞ。これアーゼウスパクります。ちょっとノワールパクれないんで、5素材なんで。なんでこれちょっと一回ちょっとください、そのモンスター、そのモンスターください、強そうなのでください、僕に。あーアーゼウス、アーゼウス使うの、マジ、アーゼウス使うんだ。え、それさ、え、ノワールも、それ、どっか行かない？あ、なるほど。あー、そういうこと？それ被害を最小限に抑えるために、もう、どう、なんか、あれってこと、全部戻すってこと？え、マジか。やばい、なんか、とりあえず、アーゼウスパクって、ノワール以外処理しようと思ったら、なんか、相手めっちゃ使ってくれた、カード。やべえ、神ゲー起きたかもしれん。え、なんか、全然いいっすよ、それは。全然いいっす。あれ、だからこれ奇跡起きたんじゃね。で、ノワールの効果でなんかいろいろ戻る、いろいろ戻ります。はい、全部墓地を送りました。で参戦でアーゼウスがパクれます。はい、え、これアーゼウスで殴ったらアーゼウスなれんじゃね。これアーゼウスにアーゼウス乗っける伝説のムーブできんじゃね。これどうでもいいな、今このカード翡翠自爆とかいうカードガチでどうでもいいな。これガーディアンスライドだったらワンチャンこれで勝ってたのにな。ガーディアンスライドとかあれば、翡翠自爆マジでさ決まんねえわ、これ自爆とかいうカード。これ抜いてもいいかもしれない、攻撃表示に変更します。でまあやることないんでバトルフェイズ。さあ奇跡のまくりを見せているぞ、俺は今奇跡のまくりを見せている。メイン2、アーゼウスにアーゼウスを重ねることだけです。うおー、超変身バゴーン。よし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 、ワンチャンある、ワンチャンある、マジでマジでワンチャンある。エンド、いやこれマジでワンチャンあるぞ。あと2000だろ、これ相手のモンスターとか魔法トラップ、これワンチャン1回ショってダイレクト決めたら勝てる、マジで。相手しかも結構さピュアリーさもう全部いってんじゃないの。え、あー、ディアベルスターうざい、ディアベルスターはうざい、ディアベルはうざい、ディアベラうざすぎる。まあ、スネークアイもまた効果起動されて、スネークアイが回収されていく。まあ、それはいいわ。はいはい。でディアベラ何持ってるんだこれ。あ、財宝狩りか、なるほど。財宝狩りはまあいいわな、財宝狩りは今売ってないからそこもだからな。でマイフレンド、いやマイクレンド効果って言われたらさすがにでも打たざるを得ないか、これマイクレンド効果って言われたら打たざるを得ないよな、マイクレンドで。あ、でも財宝狩り墓地行くのか、そうするとワンドロー入るな。いやーわかんねえ。いやでもさ、これピュアリープないからさ、これ相手ピュアリー戻す手段ないでしょ、これ多分。これもうピュアリーいけないと思うんだよね多分。もうピュアリーも2枚しかないから。あ、ハッピーメモリー、はい、ハッ
ピーメモリー、え、てか何これマイクレンド使わないの、なんかわかんねえ。ハッピーメモリーの効果を起動して手札を1枚捨てることによってピュアリーが出てくる。なんかいるんだっけ、まだなんかいましたっけ。え、もういなくないですか。あ、まだいるのか。あ、黒がいるのか、黒がいるのか、そうかそうか、黒がいる、黒いる、黒、黒効果、マイフレンド、マイフレンド、え、これ何も起きなくね。でこれでピュアリー黒ピュー効果使うでしょ。え、これこんなもんアーゼウスだろ。対象、対象は全然無理。さあ、デガロギアーゼウスの効果、それを2個取るとき相手のカードを全て墓地に送る。うわこれこれワンチャンあるだろ。あ、そっか、でもそこでワンドローが入る。いや、奇跡を起こそうとしてるあいつも。何、いや、でもそっから動けなくね、このデッキ。そっから動けなくないですか。ちょ、あまりにも激闘すぎるって。これ何この激闘、ゴーストリックショット、誰、いや、もう言うです、そんな大してこの上に重ねられるモンスターいねえし、もう、え、これいったんじゃね、これいけるだろ、これはもう何もできんだろ、手が出しまいだろ、きたー、帰ってきた、ターン神、あ、特殊の新狂人、まあ弱くはない、特殊の新狂人カードを発動するぜ、カードを2枚ドローする、今ちょっとこのカード、この手札ではワンキルができない。あー、いいぞ、これはいいぞ、いや、めちゃくちゃいいぞ、それは、それめっちゃいい、真なる太陽神、なるほど、真なる太陽神の効果を発動したら、ラーしか出せない、まあ関係ないか、ラー出せばいいんだな、真なる太陽神の効果、ガーディアンスライムを手札に持ってきて、で、トレモラで切って特殊感だな、トレモラの効果を発動、さあ、トレモラによって手札から、レベル10、ガーディアンスライムを特殊召喚、ガーディアンスライム一体で融合召喚、現れろ、ガッタスライム、そしてガーディアンスライムの効果、ラーの翼神竜系のマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる、そしてイニシエの呪文を発動、イニシエの呪文の効果によりラーの翼神竜を1枚手札に加えることができる、そしてイニシエの呪文の効果を発動、このカードをゲームから除外し、ラーの翼神竜をアドバンス召喚、うわー、ラーの翼神竜の効果発動しなくてもいいや、ラーの翼神竜の効果、ゴッドブレイズキャノンバトル、くらー、神ゲーよきた、ゴッドブレイズキャノン、やばい、激闘だった、マジモンの激闘だった、